金の声。長い花粉。住み古した麻布の家の二階には、どうかすると、金の声の聞こえてくることがある。金の声は、遠すぎもせず、また、近すぎもしない。何か物を考えている時でも、そのために妨げ、 乱されるようなことはないそのまま考えに沈みながら静かに聞いていられる音色であるまた何事をも考えず疲れてぼんやりしている時にはそれがためになおさらぼんやり夢でも見ているような心持ちになる西洋の詩に言うゆりかごの歌のような 心持ちのいい柔らかな響きである。私は響きの渡ってくる方向から推測して芝三内の鐘だと決めている。昔芝の鐘は切り通しにあったそうであるが、今はそのところには見えない。今の鐘は増上寺の境内のどの辺から突き出されるのか。 私はこれを知らない私は今の家にはもう二十年近く住んでいる初めて引っ越してきた頃には近所の崖下にはかやぶき屋根の家が残っていて昼中も鶏が鳴いていたほどであったから鐘の音も今日よりはもっとたびたび聞こえていたはずであるしかし いくら思い返してみてもその時分鐘の音に耳を澄ませて物思いにふけったような記憶がない十年前には鐘の音に耳を澄ますほどふけ込んでしまわなかったゆえでもあろうしかるに震災の後いつからともなく鐘の音は昔覚えたことのない響きを伝えてくるようになった 昨日聞いた時のように、今日もまた聞きたいものと、それとなく心待ちに待ち構えるようなことさえあるようになってきたのである。金は昼夜を問わず、時の来たるごとに突き出されるのは言うまでもない。しかし、車の響き、風の音、人の声、ラジオ、飛行機、 蓄音機。様々な物音に遮られて、めったに私の耳には達しない。私の家は崖の上に立っている。裏窓から西北の肩に山王と氷川の森が見えるので、冬のうち西北の藤おろしが吹き続くと、崖の竹やぶや庭の木がものすごく騒ぎ立てる。 窓の戸のみならず、家屋を揺り動かすこともある。季節とともに、風の向きも変わって、春から夏になると、隣近所の家の戸や窓が開け放されるので、東南から吹いてくる風につれ、四方に湧き起こるラジオの響きは、朝早くから夜も初校に至る頃まで、私の家を包囲する。 これがために、金の声は、ひとしきり、全く忘れられてしまったようになるが、するうちに、また突然、何かの表紙に、私を驚かすのである。この年月の経験で、金の声が、最も私を喜ばすのは、二三日、荒れに荒れた小らしが、短い冬の日の慌ただしくくれるとともに、 ぱったり吹きやんで寒い夜が一層寒く一層静かになったように思われるとき、つけたばかりの灯火のもとに一人夕下の箸を取り上げるとたん、コーンとはっきり最初の一月が耳元に聞こえてくるときである。驚いて箸を持ったまま、 思わず音のする彼方を見返ると、底光りのする神秘な夜の空に、宵の明星の影がたった一つ寂しげに浮いているのが見える。枯れた木の小に三日月のかかっているのを見ることもある。やがて日の長くなることがやや際立って知られる暮れ方。 昼はすでにつきながら、まだ夜にはなりきらない頃。読むことにも、書くことにも生み果てて、これから明かりのつく夜になっても、何をしようという目当ても、楽しみもないというような時。ふと耳にする鐘の音は、机に頬杖をつく、肘の痺れにさえ心づかぬほど、拉致もない昔の思い出に、 人をいざなうことがある。死んだ友達の遺書など慌てて取り出し夜の吹け渡るまで読みふけるのもこんな時である。若葉の茂りに庭ののみならず家の窓もまた薄暗く、ことにぬか雨のしずくが外れから音もなくしたたる昼過ぎ。 いつもより一層遠く柔らかに聞こえてくる鐘の声は鈴木春信の古き版画の色と線とから感じられるような疲労と倦怠とを思わせるがこれに反して秋も末近く人よさごとにその力を増すような清風に途切れて聞こえる鐘の声は屈言が素地にも例えたい 昭和七年の夏よりこの方世のありさまの変わるにつれて鐘の声もまた私には明治の世には覚えたことのない響きを伝えるようになったそれはニンニクと天狗の道を解く静かなささ,さやきである西行も芭蕉もピエール・ロチもラフカジオ・ハーンも おのおのその生涯のある時代において、この響き、この声、この囁ささきに深く心を澄まし、耳を傾けた。しかし歴史はいまだかつて、いかなる人の伝記についても、陰陰たる金の声が奮闘有約の規制を上げさせたことを説いていない。 時世の変転してゆく不可解の力は天変地異の力にも勝っている仏教の形式と仏僧の生活とは既に変じて芭蕉やハーンらが仏寺の鐘を聞いた時のごとくではない僧が夜半に起きて鐘をつく習慣さえいつまで昔のままに続くものであろう たまたま金の声を耳にするとき、私は何の理由もなく、昔の人々と同じような心持ちで、金の声を聞く最後の一人ではないかというような心細い気がしてならない。